はい、それではね、こちらの記事を紹介していきたいと思います。で、この記事なんですけども、はい、こちらね、フランスのストッフ社になりますね。フランスのストッフというメーカーの記事なんですけども、今からね、この記事のちょっとね、特徴というかポイントをね、説明していきたいと思います。で、この記事の特徴なんですけど、まずね、1つ目、デジタルプリントになりますね。で、デジタルプリントっていうのが最近のね、ちょっとこう世界的にもこう流行のね、プリントの仕方になってるんですけども、通常のね、プリントよりも無限にこう色を表現できるっていうことで、最近すごくね、世界で流行ってますね。はい。で、まあ、この見てもわかるんですけども、細かいね、こう例えばここのグリーンのところもね、非常にもう何色も使って表現してるの分かりますかね。はい。こんなようなね、デジタルプリント、まあ簡単に言うと、こう繊細ですごい細かく表現できますよっていうことになりますね。はい。そんなね、デジタルプリントの中で、こちらの記事なんですけども、まあ、動物柄になりますね。アニマル柄。はい。最近このアニマル柄というのもね、ツアニーの方では なぜか人気なんですよね。ちょっと特徴的で面白いのかなと思いますね。はい。いろんなね、こう動物、面白い、こう、まあ、タッチがまた面白いんですね。ちょっと村染め風になったりとか、そんなね、個性的な感じのね、まあ、これはね、個人的に言うとフランスならではというかね、フランスは本当にね、こう、アイデアというかね、こう、ちょっとアート的な部分ではね、すごい面白い作品たくさんあるんですよね。記事もね、それがこう、伝わってくるっていうのがね、すごくわかりますね。はい。こんなね、楽しい感じのプリントなので、まあ作品にしてもね、なんか面白い、ね、感じのものを作れるんじゃないかなと思います。はい。で、2つ目のポイントなんですけども、この生地、まあ、綿素材になるんですけども、このね、ブラッシング加工といって、ちょっとね、こう普通の生地だとペラペラしたね、感じになるんですが、それにブラッシング加工をかけることによって、ちょっとね、こう重厚感というか、ね、重みが増すというか、すごいね、高級感が出るんですよね。で、これまあ、画像とかね、ホームページ上だとなかなか表現できないのでね、ぜひね、ちょっとね、この場で、言葉でちょっと伝えられたらなと思うんですけども、はい、このね、ブラッシングかけることによって、全然生地の存在感が変わるんですよね。そんなこだわりも持った生地になりますね。はい。で、柔らかさもね、この生地、程よい柔らかさもあるのでね、まあ、バッグとか小物はもちろんね、エプロンとか、そういうちょっとね、こう、着こなしのね、できるね、作品なんかにもね、おすすめできますのでね、ぜひね、その辺ね、お客様の方でね、楽しんでいただけたらなと思います。